チビよ、ご飯届いた。ご飯が届いた。おお、チビよ。開け、開封しますかね。どれどれ。どれどれの、どれどれ。どれ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 。開封しよう、開封。チビよ、ご飯届いた、ご飯。やった。あ、チビよ。うん、お腹すいたね、チビよ。大丈夫？よっ。うん、ハサミ、ハサミ。ご飯届いたよ、ご飯。今後もかんでもね、お母さんにお願いするわけにもいかないからね。ある程度自分のことは自分でね、しないとね。よし、届いたぞ。色、子猫用のカルカンだ。いろ、カルカンだ。これがチビ用のこれからのご飯だぞ。うわぁ。チビ用、ご飯食べてみっか？ちょっと待ってろな。チビ用、ちょっと待ってて。チビ用、待ってて、チビ用。チビ用、待ってて。うー、チビ用。はい、チビ用、ご飯あげるね。カルカン、カルカン。小悪パックだから楽だね。よし。チビオ。チビオ、チビオ、チビオ。チビオ、チビオ、チビオ。ご飯食べたくてずっと待ってたのよね。ちょっと待ってね、チビオ。はい。小悪パック。からしばらく、次はほら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 、チビよ、ご飯だぞ。これでっかな。はい、このぐらい、とりあえずね。カルカン、カルカン、猫まっしぐらカルカン。チビオがカルカン食べてる。子猫用のカルカン食べてるよ。よかったよかった。ご飯が届きましたよ。すでね、なんかね、押さえてたの、スマホ。子猫用だから、お腹も壊すこともないでしょうね。あんまりね、ちょっと心配になっちゃって、おやつ変えてみました。もう夕方ですね。もう夕方の何時ぐらいでしょうか。5時ぐらいでしょうかね。5時5分です。いつもこの時間帯ぐらいにご飯食べてるから、本当は。ちょうどいい感じに来ましたね。どう？このカルカン美味しい？いつものやつ。
最初食べてたやつよりどうですか？どうですか？美味しいですか？ね。ミルク粒入りです。やっぱりまた子猫だからミルク粒が好きなのかな。ごめんごめん、とりあえず保護って感じで、うん、大人専用のご飯食べさせてたね。それでちょっとお腹壊しちゃったのかな、下痢っていうかさ、うん、これでちょっと栄養管理とかやっぱりしてあげるわ。うん、カツオとお野菜味です。お野菜も入ってんのかな？お野菜味だから。大人の猫ちゃんより食欲旺盛だね。ちゃんと噛んで食べな。かわいいなだから猫まっしぐら、カルカン、カルカン、猫まっしぐら、子猫よー、ちょっと食べさせてみますね。やっぱり子猫には子猫用のご飯が一番だと思います。だいぶね元気になったと思うので、ちゃんとこの子に合ったご飯をね食べさせないと。お腹壊したりするんだろうなと思ってアマゾンで買った。慌てないでいいよ、ゆっくりでね。
ミルク入ってる、ミルクミルク。ああ足かゆいよ、無視化された、さっき外に出たら。ああかい、あかい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 、あかい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 。里親さんがね見つかったらね、引き渡すときにこの子猫用のねご飯もね渡しちゃいましょうね。全部食べちゃうかもしんないけど、チビオ愛用のさ品物っていうか全部あげちゃいましょうね、渡そうね。大丈夫？もうお腹いっぱいなんじゃない？もうお腹いっぱいなんじゃない？お、くしゃみがかわいい、かわいいけどさ大丈夫？風邪ひいてない？私が冷房つけたからかな、違う、ちょっと猫の体温、人間より一つ上だから、31か2かな？食べたー。ちょっとね、多かったね。よし、ここに置いとこうね。うん。何？食べたらすぐ出すの？食べたらすぐ出すんすか？ジビオさん、食べたらすぐ。ちっちゃい方か。真剣。真剣。ちびおが真剣でした。ちびおはちゃんとトイレにしてやるからいい子だよね。ちびお、あ、いいの？おけほしないんだ。うん。ちびお、ちびお、ちびお。ちびおさん、ちゃんとここにも入ってくれるから私は嬉しいよ。ここでたまにリレーリラックスしねえとなーつって。いつも私の布団ばかりだもんな。うん、タルカン喜んでくれたな、よかった。カールカン。いいね、カールカン。多分チビは12ヶ月までのっていうか、うん、なんだろうな、こんな感じの大きさだもんね。カールカン。終わります。